こんにちは。今日は発音について、他息継ぎについて解説していきます。あの発音の時に発音しづらいっていう人がいましたけども、あって言った時に皆さんどういう顔、あですか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 、あ。これね、一番いいのがちょっと顎が出気味の前歯出気味、あ、これがね一番あが聞こえやすいんですよ。先輩に教えてもらったのと自分のこう録音を聞いたり研究した、まあ私なりの解釈ですけども、あが一番いい。あ、私割とあの顎出てますでしょ、あ、これがいいの。受け口気味にあ、この顔で息をあ、口だけではなく、あ、鼻だけでもなく中間ね、あ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 、この感じが一番いいんですよ。例えばね、あー、これ口だけ、あー、これ鼻だけ、あー、前も申し上げましたけど鼻と口の中間で発声します。あでもかでもさでも、もうどの発音の時も鼻と口の中間で声を出します。そのようにすると一番響きやすいと思います。あ行ね、あいうえお、あいうえお、歯を出し気味に顎は出気味ね、で頬骨は上げ気味です。もともとそういう顔の人はもうとてもいいんですよ。あとおでこ出気味とか、私みたいにエラが張り気味とか顎が出てるとか、そういう骨がたくさん出てるほど響かせるところが多いので、あと顔が大きいとかね、まさに私ですけども、あの毒です。で顎が引っ込んでる人はちょっと出気味にね、あーって、あのまあ誰も見てないですよ。あの結果あの歌が良ければいいと思って諦めてあーって言ってください。でかですけども、かきくけこは強く言わない方がいいです。かとたは歌うときに強く言うと乱暴に聞こえます。どんどんいきますよ。作業さしすせそはすごく大げさに言ってください。さってね、こうマイク使わないから大丈夫だから、私たちはマイクが離れたところから拾ってくれますから、さしすせそ思いっきり言わないと聞き取れません。で、他行は言ったでしょ。他行は優しく言う。立ちつてと、立ちつてとって言わない。立ちつてと、ちょっと言っただけで立ちつてとは立ちつてとに聞こえるんです。な行ね、な、これはうんを前に言ってください。な、うんっていうか N ね、 N を大げさに言うの。なにぬねんの、なのでなでしょ。だから N が A がつくときにやっとその音になるのよ。例えばそうだね、なかにっていうときにな、な、な、なかっていうときにんは前もってんって言っといて、なあをその一拍目に入れるの。なな、な、例えばね、そうそう、にとか何ぬねの全部そうです。で、はひふへほ、これもはドイツ語みたいなはっていう発音をたくさん使ってください。さとはですごく大量に息を使いますので、なのでたくさん息を吸わないといけないの。は、なんか歯で発音
始まる曲あったかな。は、始めとか、は、花、花、花っていう時に、は、は、花ね。か、は、ってこう音をたくさん出してください。顔を見られてると思わないでね。花、は、そうしないと穴って聞こえちゃうんですよ。穴って聞こえたらまずいでしょ、いろんな意味でね。花、は、ひ、ひもそうよね。ひ、ふ、ふも、ふ、ふ、筆の傘とか、筆、ふ、ふ、筆の傘っていうと腕の傘になっちゃうのね。筆の、ふ、そのチンとんしゃ、ふ、ふ、ね。はひふへほは、前もっての音をたくさん言う。次いきますね。まみむめも、これも M の字を前もって言う。ま、ま。ま、なんかまで始まるのあったかな。ママになる、ママ、ママ、ま、んーっていう音を、まず、んーを言って、まですよ。ママ、ま、だから、ま、ま、ま、ね。あって口開いた時が一拍目なの。ま、ま、どの曲でもそういう風にしてください。この曲はそれをやんなくていいなんてことはめったにないですから、とても大げさに表現する、人前で何かやるときに、例えばプレゼンとかもそうなんでしょうけど、自分でびっくりするぐらい大げさにやらないと人に伝わらないじゃないですか。歌ももちろんそうなんです。例えば踊りとかもきっとなんかこうやってこうやってやるのをね、こうやって、私踊れないけど、こうやって何でも大げさにやらないと人に伝わらないので、こんなにんって言っていいのかいっていうぐらいままにというふうにやると舞台ではちょうど良いのでございますよ。で、ま、やね、や、や行、やゆよはいいをたくさん言ってください。いや、いゆ、いよ、夕立っていう言葉はもうほとんど夕立ですね。夕立、もう、いの次がうだからもう、ゆって言ってるようなもんなんですよ。夕立、夕暮れ、夕暮れよりも、夕暮れの方がお客様には夕暮れに聞こえるんですよね。それをたまに、注意される、それは言うよって言われたのは、私はお所さんに言われたら1回ぐらいかな。あとはほとんど注意されませんでした。夕暮れでいいんですよ。特に言うなんとかっていう歌詞はたくさんあるので、そこはいいから始めるのを意識するといいかもしれませんよ。いや、言うよでしょ。あとはラリルレロ、ラリルレロはね、ラから始まる言葉とかあんまないんですけど、L ですかって言われたことね。L なわけないよね。連絡とか言います？連絡でしょ？連絡っていう？連絡っていう？連絡って言わないよね。R でも L でもない。日本の L、ラですよ。ラ、リ、ル、レ、ロ。こう、ベロがさ、こう、こういうふうにくっつくの。こうでもなく、こう、巻きもしない。これが R でしょ？R、 これ L でしょ。日本のルはこう口の上にこうなるよね。ラリル、ラリルレロでしょ。それを L ですか R ですかはありえません。ラララリルレロ、これはそんなにね、前もって言わなくてもラリルレロは聞こえやすいです。わ、和行ね。わ、これはうが入りますね。わ、わ、うわ、うわ、ちょっとうを入れる。うわ、わで始まるもの、なんだろうな、思いつかないな。わ、わけ、わけか。わけ、わけ、わけて、
わけて、うわ、わけ、わけ、ちょっと鼻もかけるかな。わけ、わけて、わけてじゃないよ。わ、うーの時に鼻と口平等に息出して、わ、わ。これは、の字はね、私は京本の人さんに言われたのは、何ぬねのは仕方ないです。それは N ですよね。でも他の「ん」の時に省略して「N」の「ん」の人がいるのね。それはとってもよくなくて、口を結んだ「ん」にしてくださいね。日本語の「ん」はほとんどが「ん」「M」なんです。なので、N にして、こうちょっと外人なまりがかっこいいみたいなのはやめてください。です。歌の前にね、っていう時もなるべく口を結んでね、っていう言葉が、歌う前にってわざと入れる歌が割と多いですけど、口を結んでください。以上ですかね。発音についてはこれを全部意識してやらないと言葉はっきり聞こえませんよ。あとね、歌本の書き方なんですけど、例えばこういうふうにね、一目にあおば、ナスの走りに花落ちの高嶺は承知初月を、こうやって七五調に書き換えるの、自分で。こういう売り物の本で歌う方も中にはいるんですけども、そうするとさ、例えば「お互いに知る世間の人に知れ」「りゃ」でしょ。知れ、りゃ、お互いに知れぬが花よ世間の人に、でここで書き換えて「知れりゃ互いの身のつまり」で、また行を変えて、これ書き直した方がいいと思うんですよ。こういうふうに。ね。私これ4冊あるんだけども、この清本のね、清本の本もこういうのがあって、こうやってこう、やっぱり「立つ春に里の遊びのすごろくも」、あ、これはいいよね。幸先よしは吉原へ抜ける、濃いめのってさ、抜ける濃いめの実の、蜜の朝で、ここでね、磯路に余る宿熟を、でもだからこうやってね、これめくる時に困るんだよね。だからやっぱりこうやって、これは先輩がね書いてくださったものなので、こういうふうに七五調にさ、立つ春に里の遊びのすごろくも、こういうふうにね、書き換えないと歌えないんですよ。これ書いてくださった先輩、すっごい歌うまい方なんですけど、やっぱり書き換えないと。で、この作業もまた楽しいものなんですよ。で、この先輩が書いてくださったのは、これ今度の演奏会向けの省略バージョンなんで、やっぱ全曲お稽古しておきたいなと思って、私はこうやって半紙にね書き換えるんですよ。こうやってね、まだお稽古途中なんですけど、こうやって半紙にね書き換える作業っていうのもまた楽しいもんですよ。で、こうやってさ、こう刺繍糸でね、こう和とじにすんの楽しいですよ、お家でやってると。で、お習字の練習にもなるし、でこういういい字のね見本を見つけてきて、こういうね古い本をさ見つけてくるの楽しいよ。この字がね好きでね、この間、いい字でしょ、この字が好きでね、ちょっと知ってる私の大好きな憧れの女性とね、その話になりまして、でこれ私たくさん持ってるから、ダブってのあげますよって言って、今度これあげるんだけど、その方にね差し上げるんですけど、
これ大正時代のね、あ、これ昭和11年だ、昭和11年10月期日図って書いてありますけど、これ大正時代のね歌本なのよ、書かれたの。でも人それぞれね好きな字があるから、それを真似してねこう本で書くのもねとっても楽しい作業なので、あとおすすめでございますよ。どこで息継ぎしたらいいんですかっていう質問がありました。チーンと音がいいに、こういうふうに拍があるでしょ、チーンと、この拍の拍で息を吸うんです。チーンと、またはチーン、あの2つ前または1つ前の拍で息を吸います。思いっきりお腹にいっぱい吸います。これ他の動画でも申し上げましたけども、常にお腹いっぱいに吸ってください。息を吐くこと、歌うことと、息を吸うことは同じぐらい重要なことです。お腹いっぱい吸う、あのお腹腹式呼吸とか胸式呼吸とかそういう難しいことは考えずに、とりあえずお腹いっぱい息吸ってみてください。風船を思い浮かべてほしいんですけれども、このぐらい膨らむ風船なのにこのぐらいしか息を入れないと、空気を出すときに弱いじゃないですか。でもこのぐらいの大きく膨らむ風船にもうちょっと多めに息を入れて空気を出すと、すごい勢いで出るでしょ。それと一緒でお腹いっぱい息を吸うと、そう支えができるんですね。でしっかりした声が出ます。なので1拍前または2拍前の拍で息を吸うこと、リズムよくね。春風がそよそよと、とつんと、この瞬間、は家へとこの宿へ、こうだからチリン、瞬間的にこの拍でね吸うの。そうすると音の切れ目もいいし、体の間が良くなるかな。おにツーの時に吸った私、目がこうそゆる、雨そゆるって言った瞬間に吸う、そゆる雨か雪か、三味線の拍を意識して息を吸ってください。あとはね、喉にいいことを何かしてますかって言われますが、あえて言うなら、たまにこう撮影中にこれをプロポリフレッシュやるかな。あとプロポリスの飴を舐めるかな。いいやつね、高いやつ。あとはランニング、やっぱりやってた方がここの通りが良くなるというかね。あと体が温まるから、あったかい体の方が絶対声が出ますので、温めておくことですかね。あと発声の時に声、あの喉が痛くなる発声は嘘ですから、もうそれはもうやめた方がいいです。喉が痛くならないところを探して自分で、ここかなっていうところを発見していろいろ試してみて、やってみる。でお稽古の時にお師匠さんに注意されなければそれで OK です。まあ注意されないかったら大成功だと思って、お稽古前にいろいろ試してみてください。
まあ一生懸命やろうっていう姿勢が和尚さんには伝わって、うん、喜んでいろいろ教えてくれると思います、頑張っていい歌を歌っていきましょう。ではまたよろしくお願いします。